教育が965点ですね。すごいですね。決まって中2の時、はい、そうです。中2に留学してるんですね。行きますね、留学。留学行きますね。大学入試は私もう英語を1本で書けると思って、はい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 、であの早稲田と上智の国際教学部、はいはいはい、Hello there! 始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、現在ですね、そうです。ツイッターを賑わすですね、英語界のフリーランサーですね、チカさんにおいでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、女性がこのチャンネルに来る自体がものすごく少ないんですけども、今現在どういった活動をしているんですか？現在は、フリーランスで今2年目なんですけど、はい、主にライティングと、今ちょっとお休みしてるんですけど、英語指導もあのオンラインでやったりしてます、はい、英語のライティング、はい、記事書くんでしたっけ、勉強法とかを書くですね、そうです、はい、そういうライターの仕事ってことですね、はいはい、そうです、ライターさんの仕事と、そして教えるのをちょっとやったりするってことですね、そうですね、ちかさんのですね、TikTok とですね、Twitter がですね、貼ってありますので、ぜひ概要欄を見てください。見てください、はい、でこのチャンネルもですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そしたらあのきっとチャンネル登録がいっぱい増えれば、またちかさんがきっと出てくださいますので出たいです、はい、なのでぜひぜひよろしくお願いします。じゃあいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、それでやっぱこのチャンネル結構英語関係のが多いんですけど、トイック何点でしょう？トイックが965点。すごいですね、965もボーンって出て英検が一級です。すごいですね。ということで、その、ね、すごく英語ができるということで、その辺のことをちょっとですね聞いていきたいと思うんですけども、英語を勉強し始めたのはいつからですか？勉強し始めたのが中学2年で、はいはい、からですね、あの自分でその留学に行って、はい、中2の時、はい、そうです。中2に留学してんですね。そうなんですよ。すごいですね、はい、なんで中2で留学しようとした？なんかきっかけとしては、はい、その日本で、まあ、私不登校になって、はい、で、まあ、なんかその両親が提案してくれて、はい、行きましたね。 何留学になるんですか？もう完全にその、まあ、転校するみたいな、要はあの、はい、形的には転校するっていう流れで、はい、どこの国に？ニュージーランドに行ってました。ニュージーランドに、はい、じゃあ中学2年生になったんですかね。そうです、ニュージーランドで。そうですね。すごいですね。めちゃくちゃ珍しくないですか？あ、そうですね、で結構ニュージーランド多いですね、あの不登校でから留学行ってっていう子が結構多い。いつから不登校だったんですか？私は中2の秋ぐらいから、ね、中2の秋ぐらいから不登校で、はい、でもう中2ですぐ行った、そうですね、冬ぐらいに行ったと思います。はい、短期間が結構なんかそうですね、はい、それでもう行ったんですね、はい、めっちゃ大変じゃないですか？めっちゃ大変でした。言語英語、はい、どうだったんですか？あ、全然何にも分からなかったですね。普通の授業ですか？そうです、普通の授業で、もう何も全然分からない英語で、はい、社会とか数学とか理科とかやっぱり受けなくちゃいけなかったんで。すごくないですか？それすごくないですか？めちゃくちゃ、はい、分からなかったです。できないですよね、だって普通に考えて。全然できないです。成績とか大変じゃないですか？あ、成績大変でしたね。まあ、成績が読めないから。あ、なるほど、成績が。友達とかどうするんですか？あ、友達も、うん、あの田舎のところに行って、はいはいはい、あのみんな話しかけてくれたんですけど、はいはい、全然答えられなくて、はいはいはい、あんまりできなかったですね、最初は。本当にできなくて、はいはいはい、それ以前にホームステイしてたんですけど、はいはい、ホストファミリーと全然うまくコミュニケーション取れなくて、はいはいはい、それが一番多分大変だったし、うん、あのご迷惑もおかけしちゃったんですね、うん、多分、はい、それはそうですね、普通の日本人が英語全然やってないまま行くんですもんね、うん、そうですね。何年間行ったんですか？でそれは1年間行きました、はい、1年間やって日本戻ってきて、はい、高校は普通に、はい、日本の高校に入りました。あ、高校入試やったんですね。はい。できるんですか？全然わかんないですけど、もう1年やんなきゃいけないとかなくて、一応その中学で、はい、日数が足りなくて、はい、でそうなると私立しかやっぱり受験はできないので、はい、
あんまりちょっと詳しく覚えてないんですけど、で、まあ、やっぱなので私立に限られてきて、でそうですね、私立で受験できました。ほうほうほう、へー全然わかんないです。僕もできるんですね、私立で。私もちょっとその辺はあんまり覚えてないんですけど。グレーなんですか？多分グレーなのかもしれないです。でできて普通に、でそこでは、あでもそのニュージーランドでの生活は行きましたか？どうですか、英語力。行きましたね、多分。それで、英検とかも取ったんですか、高校で。あでもやっぱりその1年だとあのなかなか十分には、本当にゼロから。しかも私の場合勉強はもともと苦手で、もう不登校になる前からも全然英語が得意だったとかでも全くなくて、成績もすごい悪かったので、本当にそこからスタートしたので全然1年じゃあんまり、あそうだったんね、っていう感じではあったんですけど、英語ハマりましたね。ハマったんですね。はい、そこでじゃあ好きになったわけですね。はい、普通に高校での勉強は好きだったんですか、じゃあ英語は。なんかその英語で勉強が楽しくなって、他の勉強も全部楽しくなりました。そうなんですね、はい、そうだったんですね、はい、他の勉強もじゃあその英語のおかげで楽しく、英語はそうですね、勉強の要領が分かってきて、なるほど、はい、はははは、はい、こう英検はそれぐらい受けたんですか。はい、高校入ってから何級だっけな、2級、はあ、2級受けたのかな、多分、うん、12級2級とか多分受けたんですね。で、トイックももう高校でやったんでしょうか。そうです、トイックも高1ぐらいからまあちょっと、はい、あの始めて。早いですね。本格的にやったのは高2ぐらいからかな、多分。で何点だったとか覚えてますその時。最初は、その留学、中学で帰ってきて、中学の留学帰ってきて、はい、最初そのトイックの対策を本当に何もしないで問題もよくわからないまま受けて、はい、中学生でですか？いつだったかな、中3とか帰ってきて、はい、あ、でも高1になってから多分初めてできました、はい、でそれで600点超えたぐらいだったと思います。いやそれでも高1だったら十分ですよ、うん、この映像が上がってる数日前に上がってるチャンネルで、はい、あのうちのビジョン君ってですね、800点取る、はい、頑張ってる人まだ行ってないですから、うん、あ、そうなんですね。まだ600行ってないですから。いやいや高1で行ってたらもうすごいじゃないですか。大学入試の勉強をしたんですか。大学入試は私もう英語一本で書けようと思って、はい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 、で、あの早稲田と上智の国際教学部を狙って、はいはいはい、はい、英語だけバレバレ、英語だけすごいですね。早稲田、上智、あと青学とかしか、そうですね、なかなかないですもんね、うん、その英語一本でやったんですね、はい、何やりました、具体的にこんな勉強したとか。具体的にはやっぱり私の場合は、英検、トイックとあとTOEFL、IBT の勉強が軸でしたね。はあ、あんまりその受験向けの勉強っていうのはしてなくて、その資格を伸ばしていく過程で英語力が伸びていくっていう感じ。なるほどなるほど、結構それが基盤になったというか、はいはい、受験英語の勉強じゃしなかったんですか。あんまりしてないです、はいはいはい、じゃあどっか塾行ったりとか予備校行ったりとかは。あんまりしてないですね、ほとんどしてないです。トーフル IBT の、あ、なるほど、トーフル名前出してみるかな、トーフルゼミナールさん、はい、ありますね、さん付けしてますね。トーフルゼミナールに、はいはい、短期間で、はいはいはい、夏休みの間とかにちょっと短期講座みたいなのがあって、はいね、ここでそのトーフル IBT の対策ちょっとやってもらったりとか、はい、やってもらったりとか、というかそのクラス受けたりとか、うん、そのぐらいですね。あとは全部独学でやってました。わ、すごいですね。そういった形で勉強していって、はい、で、そのトイック の, その点が上がっていくのはどんな感じですか。高校時代何回も受けたんですか。そうですね、何回も受けました。あと高2でもう1年私留学行って、はい、高2でまた行ったんですね。行きますね、留学。留学行きますね、よく。まあ、それもその学校選んだ理由なんですけど、はい、あの英語コースっていうところで、あの留学ができたので、1年間。あ、そうなんね。学年落とさずに、もう1年留学ができる。あ、すごいですね。留学2回行って学年1個も落としてないって。そうなんですよ。すごい。で、その時はどこに行った。その時はオーストラリアに行きました。こっちですね。はい、こっちで。こっちはこっち行かないわけですね。はい、こっちなんですね。はい、高いとこがなんかいいなと思って。はい、オーストラリアのどこ？オーストラリアのアデレードっていうところに。アデレードですね。はい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 。オージーイングリッシュで勉強してきたんですか？でもあんまりあの留学行って、あのまあ、リスニングは結構鍛えられたと思うんですけど、はいはい、あのホーストファミリーと話したりとか、学校であの強制的に鍛えられるんで、はいはい、それはあるんですけど、多分留学
して、はい、よく伸びる人って顕著に伸びる人って、はい、結構なんかこう友達ガンガン作ったりとか、そうですね、はいはい、スポーツクラブ入ったりとか、はいはいはい、結構なんだろうアウトゴーイングみたいな人が多いように思うんですけど、そうですね、はい、全然そういうタイプじゃなくて、なるほどなるほど。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.